この中で木原局長は先月の日朝協議について調査について北朝鮮の外務省が関わる部分は大きくないと分かったと説明しましたその上で孫ルホ大使を質問攻めしたところ答えに窮していたことも明らかにしました出席した議員からは北朝鮮の回答に期限を切り 情報が出なければ再び制裁を強化すべきという意見や平壌に日本政府の現地窓口を作るべきなどの意見が出されました安倍総理は政府の調査団を平壌に派遣することを検討していて自民党内の意見などを踏まえ来週にも最終判断を出すことにしていますこれに対して家族会からは調査団の派遣について異論などが相次ぎました そもそもその調査が不十分である状態で、行く必要なんか、全然ないわけでれわれはその確かに北朝鮮との交渉は望んでますけど、あのそれはあの妥協妥協の交渉を望んでいるわけではないんですよね本当に助けてあげたいって思いを持っていれば、なんとかもうちょっと真剣な、ね、あの勝負ができるんじゃないのかなと。